どうもワクワクタイルです。2016年見まして、やっぱりその女性の、お客様がいらっしゃって、やっぱり血が出たりとか、その怖いところで悲鳴が上がるっていうのがやっぱりトピックかなっていうのが思いまして、もう要するにもう全然レギュレーションというかルールが変わっちゃってるっていうところを目の当たりにしました。例えばカモメンタルさんの2本目の冗談どんぶりとかも、やっぱりそのね、もう何回も言ってますけども、グノシーで言ってたその森田さん、さらばの森田さんとう大さんのラジオでも言ってた通り、その準決勝セミファイナリスト、審査であれば受けてたところが、通らないというところがありましたね。すごい感じました。あと、浜田さんとか、ダウンタウンの浜田さんだったりとか、審査員の方々が出るときに、ダウンタウンの浜田さんが、早う来い、早う来いとか、早う二人で来いとか、早う上がれとか、それに対して、早う来いっていうのに対して、松本さんがゆっくりこう、階段を降りてくる、そのボケだったりとか、なんかこう、あとはそうですね、ライスさんの一本目が終わった時の、審査が終わった後に、ピストルをこう、モデルガンを忘れちゃうんですね。それで、お、これ忘れてるでって言った時に、浜田さんが、あかんあかんって言った時に、松本さんが、やめてくれって、なんとかしてくれの、やめてくれ、女紹介してくれって、ドッと湧くっていうか、ああいうその、こう、ふんわりというか、柔らかい感じって、M1 にはないですよね。で、やっぱりそれを象徴してるのが、お客様の顔が、もう、真正面から映るっていう、設備作りっていうのが本当に M1 と違うところだなっていうのを改めて再確認というか気づきましたですね。で、ネタの内容で言うと4回目になってくるしずるさんの池田さんの面白さですね。僕はやっぱりすごい好きなんで、池田さんがファーストラウンド負けた時に、脱落した時に、関係ねえよ2本目やってやるよっていうの、本当にもう語り草になってますけどね。準決勝セミファイナリスト審査の時に池田さんが、振られた時に、まずはみんなお疲れっつって。で、それで、ラバーガールさんに、向かって、ラバーガールのことを胸張っていいと思う。ラバーガール胸張っていいと思う。もしラバーガールのことをバカにするやついたら俺がぶん殴ってやるっていう、もう、笑いすげえとるっていう。やっぱ池田さんの一言コメントもすごい面白いなって思いましたけれども、やっぱかまいたちさんの平場の強さってすごいなって思いました。あの頃からというか、初出場なんですね、2016で。その時に、山口さんが、優勝ですか僕らみたいなのをずっとボケ続けてとか、そこら辺が、思いましたね。まあ、個別名出さないですけど、松本さんにこう振られてもなかなか、返せない方とかもいらっしゃる中で、やっぱり準備段階がすごいんだなって、さすが劇場番長というか、大阪ですごい回されてた方なんだなっていうのをすごい感じましたね。4回目であるしずるさん、これ池田さんの作品なんですよね。刑事で突入するんですけども、中にないっていう、誰もいないっていうんですけども、これってやっぱツッコミがいないのが、すごい、いいところですよね。それは本当になんかすごい大変な作業だけれども、やっぱり今年のそのキングオブコントの準々決勝かなの動画見て、しずさんのも見て思いましたけども、今回の準々決勝の、しずさんのやつはなんか遊園地が楽しすぎて怒っちゃうっていう、嬉しいんじゃなくて怒っちゃうっていうあれなんですけども、なんかこうやっぱりしずるさんってこう、新感覚の新しい味というか、これ分かる味じゃないところをされてるのがすごい素敵だなっていうのが、思いましたね。あと、ラブレターズさんとか、対策されてたんだなって感じ。2015年でコロチキさんが、サーをやったりとか、バンビーノさんがスンシーやったところで、ラブレターズさんって野球拳の一本ネタやるんですね。リズムネタ。やっぱ、タメ口さんの歌のうまさというかがすごい素敵だなっていう、思いましたですね。で、カモメンタルさんが、決勝にまた戻られてて、冗談どんぶりをされてたんですけども、1本目の、念の、遠距離恋愛だけれども、う大さんが念で来るっていうやつなんですけども、3ことしか喋らないんですよね。いい匂いだなっていうのと、別れようっていうのと、電話だと悪いと思ってっていう。
まあ、結局これ総称すると別れ話をしようとしてたんですけども、あのすいませんちゅんちゅん泣いてますけど、あの別れ話をしようとするんですけれども、あの遠距離恋愛だけれども別れるのがその電話で言うの悪いから念を飛ばしたっていうことなんですよね、紐解くと。うん、なんですけども、やっぱ3個としか喋らないこの素晴らしさというか台本の整合性を持ってくるっていうのと、あとやっぱ冗談どんぶりのやっぱりその性癖だとかっていう冗談どんぶりっていうのはヒッチハイクした人に向けて、その車内トラックの中でわざと、車が通らないところをわざと通って、それで冗談どんぶりとかってつまんないことを言って、その和コードに対してつまんないギャグをずっと言い続けて追い詰めるっていう性癖が出てるっていうので、お客さんキャーって言うんですけども、やっぱりその怖さに対する笑いっていうのがそうですよね。かまいたちさんの2本目、あのもう名作ですよね。あのこう手挙げて財布、あの財布じゃねえわ、給食費盗んだやついるかって、はいって言って、それで先生いましたかって言って、先生の優しさがこのクラスの輪を乱してますよっていう名言が出る、その2本目もそうですけども、やっぱ怖さから来る面白さっていうトレンドがやっぱこの辺から始まってきてたんだなっていうのはすごい、感じましたね。うん、それが面白かったですね。あとジャンポケさんについてすごい思ったことがあって、あのジャンポケさんって普通にイケメンじゃないですか、お三方とも。うん、おたけさんも斉藤さんも太田さんも。これってあのよく考えたらすごいことだなと思って、それであんだけ面白いって、あのだって太田さんなんかね、あのモデルさんとご結婚されてる、やっぱ皆さんすごいハンサムというか、すごい整った顔というか普通にイケメンじゃないですか。それであんだけ面白いってやっぱり演技すげえうめえんだなと思って、あのね、チュートリアルの徳井さんがあれだけ面白いのがすごいって言われてるように、イケメンって結構笑いを邪魔するじゃないですか。でもあれだけ面白いってやっぱり演技の馬力すごいんだなと改めて思いました。ジャンポケさん1本目がそのあのトイレの、トイレに、斉藤さんがいるところに入ってきちゃって、それであのずっと太田さんが出ないっていうんですけども、なんかそれって変じゃないですか。あのまあもちろんコントって変なことをするんですけども、変なんですけど面白くなれるって相当なそのセキュリティをかいくぐってると思うんですよ、人間の深層心理の。これやっぱ納得できないと笑えないじゃないですか。すごいセキュリティをかいくぐったののその突破口がやっぱ太田さんなんですよね。斉藤さんがうんちしてて、そのうんちあるよって言うんですけど、その太田さんが入ってきてそれで出ないっていう、それを成立させる凄さってこれとんでもないことだなっていうのは、思いましたね。はい、まあ怖いその悲鳴が上がる怖い系でいうと、やっぱダーリンズさんとかも初出場なんですけども、ダーリンズさんとかもそれで女子のところでやられたなっていう感じがしました。あとタイムマシーン3号さんの名作で、有吉の壁で生まれたあのコントの名作ですよね。あのお前飛べよって言って、カズレーザーさんでしたよね、有吉の壁だったの。お前ジャンプしろよって言ったら小銭がジャラジャラ出てくるっていう、あのこれは本当にあのジャンポケさんの1本目のトイレしてて入ってくるっていうのと同じように、設備がいいですよね。コントの設備、佇まいがすごいいいですよね。うん、やっぱトイレに座ってるっていういざまだけで面白い。うん、あのそれでちょっと飛んだだけで面白い。ただタイムマシン3号さんのこの一つだけ欠点があって、これ練習できないんですよね、なかなか。これすごい大変だなって思いました。やっぱりどうしても想像で補わなきゃいけないところがあるから、欠点というよりもなんかこう悔しいところっていう感じがしましたよね。うん、これはあの大自然さんのポップコーンのネタもそうだなって思い浮かんだんですけど、大自然さんはこうポップコーンかぶった人がサウナ入ってきて、でそれでサウナが熱いからそれでパーンと弾けて、そのピンポン玉が全部ばらまかれるっていうコントなんですけども、それと同じようになかなか練習できんし難しいよなっていうのを思いました。あとカモメンタルさんに関しては2013で優勝して、2014年の時に出てきた時にう大さんがすごい無理して明るかったのが、2016年で本当のう大さんに戻ってたのがすごい嬉しかったです。で初だったのがタイムマシンさんとかライスさんもそうです、かまいたちさんもそうなんですけども、あのライスさんの1本目、まあ、時計クレーとかモノボケもすごいですし、やっぱりすごく思ったのは、あのなんていうか、あの大富豪の主人が
あの侵入者に銃当てられて命乞いをするっていうネタなんですけど、なんとかしてくれ許してくれって言うんですけど、それで女紹介してくれとか肩揉んでくれとかっていうやつなんですけども、パッと思ったんですけど、これすっごいテレビっぽいネタだなと思うんですよ。 NHK の内村さんのライフとかでやっててもなんかすごい内村さんがなんとかしてくれっていうのもすごい浮かんだんですよね。すごいテレビっぽいネタだなっていう、そこら辺も加味してすごかったんですよね。で466点でジャンポケさんとライスさんが同率1位で並ぶんですけど、で2本目のライスさんも絶品で、ライスさんのすごいところ、これ2つあって、まず1発目にすごくこの下半身というかそのズボンパンツがビシャビシャになってて、ウェイトレス関町さんがビシャビシャになってて、ウェイトレスは田所さんがこうお盆をこぼしててすいませんすいませんって言うんですよ。で濡れてる分量がすごい多いから、みんなまず一つ目に思うのが、ああたくさん水こぼしすぎだろうっていうところでちょっとクスッと笑う。でそれでそれに対して田所さんが本当に私のせいですかって言って、それで責任逃れをしようとするコントなんだで2つ目笑う。でそれで3つ目で、本当はお前がそれで水を床にこぼしたからびっくりしておしっこ漏らしちゃっただろうで3つ目なんですよね。この3層構造を一瞬でやるって真相心理ですごいところをやってるんですけども、すごい切り抜けだなっていう風に思ったのと、これがまず一つ目、まずネタの構造ですごいの一つ目なんですけども、もう一つが、一本目のネタって関町さんが主人ね、大富豪の主人で、田所さんが侵入してきてこいつに銃当てる、で命乞いをする、攻める方が田所さんで命乞いをする、攻めるそのヒットマンヤクザが、田所さんで、土下座する方が関町さんなんですけど、2本目人となりが逆なんですよね。こぼされてるからすっごい怒るチンピラが関町さんで、ウェイトレスでそれを許しを請うのが田所さんっていうので、ネタの構造に完璧に合わせにいっているこの演技力っていうのがとんでもないなっていうのが思いました。うん、だからみんなよく2016だとなんとかしてくれを思いがちなんですけども、実は2本目の方がすごい。これやっぱり2015年のコロコロチキチキペッパーズさんを思い出すんですよね。2本目のコロチキさんの卓球はリズムがあったから、サーフィスのサーが流れてるから、曲が流れてるからサーとか思い浮かぶんですけど、うん、でも1本目の天使の、まあ2015で喋ってるんで、その天使の構造はそっち見てくださいの方で、印象のものと構造のもののトップ2を持ってきてるんだなっていうのを思いましたね。フレーズの印象の1本目のなんとかしてくれと、構造の2本目のウェイトレスっていう、この凄さってなかなかどんな日々を過ごしてきたんだろうって。あと2015で言わされたんですけど、コロチキン のナダルさん優勝コメントで最後に優勝するなんてやっべえぞって言ってたんで、あの頃からキャラ作ってるというかできてるのがすごい完成されてるなって思いました。で2016の話もあったけど、その2本すごいなって思いました。で最終的にその466点だったものが、最後の審査員の時に決戦発表の時に、まず一発目設楽さんが88点をバンと出すんですよ。であとは90点台で、あるんですけど、やっぱり僕やっぱ審査員さんの健康、まあ、全然違うんですよ。勝手な思い込みですよ。やっぱり日村さんはキャラクターを大事にされてて、なんかもう三村さんは、なんかこう爆発力、大竹さんはグルーヴ感で、松本さんは調和を大事にされてるんだ。でそれで設楽さんはやっぱり脚本を大事にされてるなっていうところがあるんですけども、2本目のジャンポケさんのネタって余命3分っていうネタなんですよ。どうしてもやっぱりそこがこう留飲というか、こうなんというかのちょっとイガイガッとしたんだろうなっていうところが、まあ、設楽さんのコメントで1本目と比べちゃってっていうところなんですけど、もちろんすごいんですよ。僕、なんですごいというかと思うと、ジャンポケさんって、
ネタ中に3回拍手笑い取ってたんですよ。見てる時にあれこれライスさん優勝するけどジャンポケさんってこれなんでダメだったっけって思い出した時に、そうか余命3分はそうかっていうところが思ったんですよね。だって ETC のところ余命3分でダメだから思いを作ろうで医者の人が ETC をやってくれたりとかヤッホーとか最後の食べ物がフリスクとかすごい余命3分大喜利で最大のところすごいバンバンってめっちゃウケてるんですよ。女性のお客さんなんで、で女性のお客さんとかも拍手笑いするんですよ。でもなんかもうなんでだったっけって、あそういうところがあったんだっていうことなんですけど、 もちろん雲上の話ですよ。もうわけわかんない異次元の戦いなんですけど、でもなんかそういうところが理由だった、ああそうかそうかっていうのが感じました。はい。でもやっぱりなんかこう今見てもなんていうんですかね、まあ、動画だと2時間半ぐらいなんですけども、とんでもないそのことなんだなっていうのを感じましたね。どんだけの日々過ごしてくればここに入れるんだろうっていうと、やっぱ運とかしかないのかなっていうのを感じましたね。はい。ということで、はい、2016年はそういうことです。はい、2017も見ます。以上がガクタイルでした。ありがとうございました。